はい、どうも、こんにちは。はい、ね、ジョニーでーす。シャーということで、本日なんですけれども、先ほどね、ライジン46、終わりましたね。全10試合、全部終わりまして、面白かったですね。はい。一個一個振り返っていきたいと思います。はい。第1試合が、高木亮 VS 西谷大成。高木選手1ラウンド、KO 勝利と。いうことで、西谷選手ね、強かったっすね、高木選手が。西谷選手は、厳しいですね。まあ、来いよって挑発したところで、思いっきり遠い距離から入っちゃいましたね。で、あれで思いっきり食らって、一発でしたね。はい。2連敗になりましたね、これで、ライジン。いや、厳しいんじゃないですか、結構。この先があるのかどうかっていうのは、っていうと難しいだろうし、まあ、一回ちょっとディープからやり直して、ちょっともう一回勝ち星作ってから、ライジンに戻ってきた方がいいのかな、とは、思いましたね。はい。で、対する高木選手は、まあ、ここを倒したんで、ちゃんとパンクラス、のランク1位っていうところをしっかり見せれたかなと、この実力を。もっとね、次強い相手との対決、ちょっと楽しみですね。はい。で、続いて、山本サラ VS、ユーモフ・ノジモフか。が、ありまして、あれは、あれどうだっけあれ ?2 ラウンドだっけ ?2 ラウンド9だったっけちょっと待って。そうだね。2ラウンド。TKO 勝ちということで。いや、山本沙羅選手ね、もうちょっとできるかなと思ったんですけど、いや、ノジモフ選手のフィジカルがやっぱ強かったっすね。そこにやられちゃった感はあったんで、なんかこう、グラウンドの展開で、なんか山本沙羅選手がもっといけたか、いけるかなと思ったんですけど、いや、強かったですよね。はい。ノジモフが強かったということで。これまたフェザー級でなんか面白いマッチ組めそうな選手になりそうだなっていうところなんで。まあ山本沙羅選手は3連敗になっちゃいましたね。はい。で、次が、ベイナックルヌール、ベアナックルールですね。ベアナックルールの篠塚達樹 VS、なんだっけ、ジャスティン・マルティネスだっけ。そう、ジャスティン・マルティネス。ちょっと、対戦相手、あれでしたね。はい。結果は1ラウンドだっけあれ。1ラウンド KO 処理だったっけ。いやー、篠塚達樹がとんでもなく強いっていうことがありましたね。はい。とんでもなく強いっす。彼。で、マジで強いでしょ。なんかあれが本当のストリートって感じはしたし、なんか俺もっとグロいかなと思ってたけど、まあもう、顎とらえてからのあの右ストレートで、立てずっていう。どんだけ拳硬いんだよ、と思いましたね。そうそうそう。じゃあ、路上の伝説みたいなさ、その、路上でこう戦ったりしたら、篠塚達樹最強かもしれないですね。雷神の中では。で、雷神でも世界の中でも強い、ほんとなんか、キングオブストリートファイトな感じがしましたね。ヤーマンですけどね、それは。いや、びっくりしましたね。いや、まさか立てないとはっていうところで、はい。大金星というか、まあ結構盛り上げましたよね、本当に。めっちゃ面白かったですね。でもあれでしょ、過激でなんかこう5ラウンドフルまで行ってっていうのは結構グロそうだよね。でどっちが怪我して終わりそうみたいな、そう、もうレフリーストップみたいなのが多そう。で次、第4試合は中原良樹 VS ビクターコレスニック。いや、中原良樹が本当に打たれ強いというか、いや、マジで。めちゃめちゃ打たれ強い。とんでもなかったですね。はい。いやー。ただまあ、ね、コレスニック、でも一発の強打はなかったなって感じはしたんで、中原良樹もでもまあ、なかったですけど、お互いなくてっていうところはあったし、もうちょっと中原良樹はグラウンドの展開というか、まあ、テイク取りにしたかった。ですよね。それがやっぱちょっと後半になっちゃったんで、
うん、あとはやっぱもうなんか結構序盤から中原選手はさ、ちょっと口が開いてて、あーなんか疲れてんなっていう感じがしたんで、やっぱ、被弾してる分、まあ強打ではないですけど、うん、相手の前手の攻撃ばっか食らってるせいで、ちょっとこうやっぱ、はぁはぁ来るとこがあったんで、うん、結構疲れてんなっていうお互い。で、ちょっと最後1切れずってとこあったと思うんで、まあ、打たれ強さめちゃめちゃ強いんで、まあ海外勢にも通用するレベルだなっていうのは改めて感じた試合でしたね。はい。で、次が、井上優作 VS、ブラックパンサーベイノワ。この試合は3ラウンド判定、3対0で、ベイノワ勝利ということで。いや、あれ、ジャッジ3人ともベイノワだったんですね。うん。まあ、結構もうすでに言われてますけど、まあ、超潮試合、やっちゃったという2人。手数が本当に少なかったですね。はい。確かになんかどっかでなんかクラッとするシーンとか、中原選手も一回クラッとしてたけど、うん、打撃食らってね。うん、みたいなシーンあるのかなと思ったら、結局なんかずーっとなくて。ベイノアが前に行くべきでしたね、あれはね。もっとね。ですよね。まあ距離は、途中からもう距離はベイノアが制してたし、なんか、後ろ回し蹴りはなんかあんまり当たる感じがしなかったですよね。うん。結構やっぱモーションでかくて全然当たる感じはしなかったし、そう、何回か出してましたけど、まあちょっと厳しいかなっていうところで。いやー、ね、なんか、スプリットの判定でなんか 2-1 でベイノアとかかなと思ったんですけど、判定 3-0 でしたね。うん。まあちょっとダメージがメインか、大事はね。だからまあそういうところでちょっと失血もあったんで、井上優作選手は。いやーちょっと試合決定するときにさ、めちゃめちゃ面白かったじゃない。ね、オズワルドじゃねえわ、とかさ、あったから、あの辺ですごい面白かったんで、ちょっと楽しみにしてたんですけどね。まあそういうファン多いでしょうね。うん。まあでもちょっと MMA 戦績1勝3敗でちょっとね、これ以上ね、黒星多くしたくないっていうのはあったと思うんで、なんとしてでも勝ち取りたかったっていう思いだったんでしょうね。はい。で、次。日韓対抗戦。第1試合が、倉本和真 VS、ヤンジオン。ということで。いや、倉本和真が本当によく頑張ったというか。うん。いやー、結構厳しい戦いだったと思うんですけど、よく制したなっていう、ところだったんで、いや、めちゃめちゃ強かったですね。はい。倉本和真も打たれ強かったよね。うん。ヤンジオンはなんかもっとできることあったよなっていう感じはしましたね。やっぱ。全然なんかこう失血とかもあったし、倉本選手は。うん。そういう意味でもっとなんかうまいことできたな、ああすればよかった、こうすればよかったっていうのは、ヤンジオンの方にありそうな感じはしてるですね。うん。ただ倉本選手が、粘りましたよね、最後まで。うん。諦めなかったところが出たっていうところですよね。はい。と、次が、新竜誠 VS イ・ジョンヒョン。これは、新竜の一本勝ちということで。はい。やっぱ新竜勝ちましたね。うん。強い。さすがですね。うん。イ・ジョンヒョンはどうだったんだろうな。ちょっと厳しかったっすよね。グラウンド、まあ、結構強かったなっていうグラウンドでも。それでもやっぱり、簡単に一本勝ちしてしまう新竜誠は、やはり、フライ級のトップですね。はい。あの年齢にしてフライ級トップっていうのはやっぱもう、未来しかないというかね。うん。で、試合後にね、王久保をね、リングに入れてね、はい、スーパーライジン3で、決まりましたね。なんか指定関係やったみたいですけどね。うん。やるみたいですね、結局。うん、まあ、これでも確かにね、フライ級、元トップに行こうと思ったら、ね、ドットソンを倒した大木久保を倒して、さらに上のステップへっていうところが新竜の、まあ、野望になってくるし、うん、大木久保もね、フライ級で、てっぺん取りたいってなると思うから、で、最後、堀口と4回目やって、ね、タイトル戦っていう、タイトルかけてっていうところだと思うんで。まあ、新竜はなんかもう、あの韓国勢にもフィジカル負けしないし、簡単に一本取っちゃうんだっていう。うん。やっぱ強いなっていう。なんかもっとガンガンその何、例えばベラトールの対抗戦とか、ベラトールに乗り込んで試合して
勝ってほしいですよね。なんかそういうぐらいなんか日本っていうか雷神を背負える人材だなっていう感じがしましたね。はい、まあ、ナイス勝利でしたね。で、中島太一 VS キム・スージョル。こちらは、キム・スージョルが2ラウンドで勝利ということで。1ラウンドはね、まあ、五分五分だったかなと。まあ若干キム・スージョル寄りでいって。で、あのタイミングってやっぱちょっとね、2ラウンドスタートしてすぐってさ、堀口の試合でもあったけど、ね、こう、後がないからこう来るって言ってね、中島は。あ、堀口の時もね、言ってた。堀口のどっかの試合の時も言ってて。あ、堀口と大陸部の試合だ。で、大陸部後がないから、多分、始まった瞬間に来るっていうのを予測してね、一回ダウン取った方だったと思うけど。で、ああいう感じで来たよね。うん、ちょっと中島太一最初から行ったからね。あそこに対して結構ガッツリ合わせてきたから、キム・スージョル勝ちましたね。はい。やっぱあの辺はマジで強いなっていうところで、日本人キラー継続。これは、でも、本当に、これフェザーですもんね、この試合はね。うん、なんか誰か倒せるやついないのかね、日本人で。ね、次はなんかそういう強敵を、日本人の強敵を当ててほしいですよね、もっと。うん。まあ、とりあえずナイス勝利ということで。ただまあ、これでも、日本軍2勝、韓国1勝で、日本軍勝利ですね。はい。そして、セミメイン。牛久潤太郎 VS 太田忍。こちらは3ラウンドフルマーク判定の、太田忍ということになりまして、この試合はちょっと防戦一方でしたね、ずっと。うん、牛久はちょっと何もできなかったっすね。どうなんだろう。まあやっぱ、ちょっと泥沼に引きずり込んだ感はあったよな。うん。もうちょっとなんか、ストライカー寄りの選手とやったら違って、いう結果にはもちろんなったと思うけど、太田忍とやったらやっぱああなるっていうのは、今の牛久のなんていうの、現在地点かなとは思ったっすね。うん、ATT で練習して、いや、もっと出したかったなっていうところは正直否めない部分かなと思いますね。うん。強かったっすね。うん。まあ、でも太田忍も、これ結構、何、ストライカーに対してここまでやれるよっていうのを見せつけたと思うし、まあ、フェザー級王者に対して、もっと、これだけやれるよっていうのを示してたと思うんで、なんかもしかしたら本当にもう、この試合で評価は、まあ、上がったは上がっただろうし、まあ、逆に牛久はちょっとここで折れずにね、うん。なんかもうちょっと、またね、こう、グラップラー寄りの選手とやって、リベンジしてほしいよね。うん。ストライカーってやったらなんか勝てる気がするんだよな。うん。うん。この組にして、してくるタイプの選手に対して、どういくかっていう。まあ、クレベルにもね、フェザー級の時は負けてたし、で、簡単にね。うん。だからこう、やっぱグラップラーというかこうね、寝技が強い選手に対して、勝ってない印象なんで、ちょっともうちょっと頑張りたいですよね。うん。で、メイン。いやー、面白かったっすね。本当に。フェザー級タイトルマッチ、鈴木 VS 金原ということで、こちらは1ラウンド、鈴木千尋 TKO 勝利。第5代第6代ん斎藤、牛久、誰だっけ、クレベル、ケラモフ、第5代ですね。第5代のフェザー級王者を防衛しました。おめでとうございます。王座を防衛したのは誰、牛久だけ、フェザー級ではね、みんな一回も防衛せずにね、ポンポコポンポコ変わってたからね。いや、まさかの結果でしたね。うん、なんかもうちょっとアグレッシブにいくかなと思ったんですけど、ちゃんと考えてましたね、鈴木がね。もっとこうガンガンいくかなってっていうか、なんかその煽り V とかでは、ガンガン攻撃するみたいに言ってたから、なんかピットブルの時みたいに、来るかな、行くかなとか思ってたんですけど、がっつり、まあ、ちょっとこう見ながら、ガード低めっていうかこうね、姿勢低めで入ってって、ね。タックルは切ったしね、1回目ね。うん。で、やっぱりこう年齢の差というか、うん、ちょっとやっぱ打たれ強さのところは、ちょっと落ちてる感じもあるんで、その金原さんは
やっぱこう、徐々に近づされてって、一回ちょっとダウンっぽいのがあったよね。フラッシュダウン的なやつがあって。そっからももう、一回も引くことなくね。あそこで引かなかったのだったよね。あそこでやっぱ引いちゃうともう、やっぱ負けるんで、引かずに行ったのがやっぱもう、勝ちにつながりましたよね。うん、で、あそこから十字とかも行きたかったけど、ちょっと動けなかったっすね。金原さん、ちょっと悔しい気持ちもまあないことはないっていう中立的な立場で見てたんですけど、いやーちょっとね何もできなかったっすね。金原さんは正直自分のやりたいことがね、まあ打撃でこうちょっといい感じのやつ入ったり、うん、でも前手の攻撃だったし、もうちょっと兄弟入れてちょっとね相手をちょっとビビらしたかったっすよね、金原さん的には。でもその隙もちょっと与えられず、先に効かされちゃって、フラッシュダウンからの、もう、全く動けずっていうところで。まあ、千尋が本当強いなっていう、のは、改めて感じたし、まあ、今日でね、タックル切ったところあったんで、まあ、あの辺とかで、まあ、ちょっと、選手としても評価上がったかなっていうね、総合の選手としても。めちゃめちゃ面白いですね。はい。ということで、いた。ライジン46、終わりました。まあ、10試合あってね、まあ1試合結構使用試合だったんであれだったんですけど、まあ9試合分ぐらいは楽しめたのかなとか思いながら、はい。面白かったですね。はい。まあ、ライジン47、6月ぐらいにあるやつも、かなりいいカードすでに揃ってるっていうところで、またスーパーライジンの試合も1試合決まりましたんで、これ楽しみだなというところなんで、はい。そんな感じですね。はい。ところで、以上。ライジン46、振り返りでございました。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様でした。